皆さんどうもこんにちは、シャンヘイです。さあ、はい、ということでね、6月16日の夜なんですけども、現在、パワーリフティングの大会まで残り145日となっております。5月なんですけど、なかなかねメイン動画のちょっと投稿頻度とか遅れてしまいまして、でその理由としてはね、仕事で資格試験が2つほどありまして、でその資格試験を、取るための勉強をしておりました。なんとかねその2つとも筆記試験の方受かりまして、なんか5月病なのかわかんないんですけど、今梅雨時じゃないですか。なかなかあのメンタルもね安定しなくて、でまあ資格の勉強で追われてたのもあったんですけど、なかなかね5月はね活動的になれませんでした。まあそれでもやっぱりね、あの続けなきゃいけないなと思って、ショート動画っていうのはできるだけ毎日出したんですけども、ようやくねこのね、5月病が終わりまして、6月めちゃくちゃ元気になりました。はい、っていう感じで、なんか最近調子いいんですよ。パワーリフティングの方なんですけども、デッドリフト開始160キロで、ベンチプレス開始90キロ、スクワットが開始120キロでした。この1週間でスクワットがプラス10キロの130キロ上がりました。その動画がこちらになります。はいね、まあこんな感じなんですけど、めちゃめちゃギリギリなんですけど、フルスクワットのハイバーで、やっております。で、120キロから130キロ上げることができました。自己新記録、体重が95キロ近くあった時は、150キロ持ち上げられてたんですけど、もう今はあのリハビリ期間ということで、まあとにかくね、まずそこの150キロに戻せるように頑張っております。ベンチプレスなんですけども、ベンチプレス100キロ上げることに成功しました。いいねいいね、調子いいね。でその時のね動画がこちらになります。っていう感じで、もうプルプルしてるんですけど、まあなんとかね上げることができました。まあやっぱりね、あのねベンチプレス大胸筋あるんだけど弱いんですよ。めちゃめちゃダンベルプレスをね、たくさんやってたりとか、でもそもそもベンチプレスめちゃめちゃ下手くそで、でね逆に言っちゃえばこの改善の余地がたくさんあって、でそれを改善しちゃえばあのさらにね、高重量一気に上がるようになると思いますので、まあここからね、ちょっと改善を繰り返してやっていきたいと思っています。っていう感じで、現在の合計がスクワット130キロ、ベンチプレス100キロ、デッドリフトが160キロの計390キロになっております。いやいいね、いい感じだね。で残り500キロまで110キロ、なのでもうここからはね筋トレ頑張るのもそうなんですけども、ちょっとまあ技術の方もつけながら、あとはパワーベルトちゃんとねいいやつ買ったりだとかしてね、やっていきたいと思います。でメイン動画なんですけど、まあできるだけね、あの毎日日常を撮っていきたいなと思っていますので、 Vlog 形式でやっていけたらいいなと思うんですけど、まあ仕事との兼ね合いもありますので、そこもちょっとあのまあまた飛ばし飛ばしになるかもしれないんですけども、ご了承ください。メイン動画ねちょっとね頑張ってやっていきたいと思います。ということでまた会いましょう。 See you.